今ねどこにいるかっていうと、コロンビアのグアダペの、ところにいます。ということでなんか教会ですね。グアダペのあっちの離れたところだったな、これありまして、すごくのんびりした感じです。ということで今いるところなんですけど、ということでいろいろ行くんだけどね、なかなか、そしてこのところでカフェとかレストラン結構あるんだけど、なかなか、いい感じの、ところです。ということで、ちょっとコーヒーをね、せっかくコロンビアってコロンビアコーヒー生産してるので、この後コーヒー農園行くんですけどね、これからちょっとコーヒーを、飲もうと思ってます。これに乗って言うんだけど、1回2回だって2回来たんだけど結構揺れます。気をつけないといけないですね。あとは高いところなんか変な木とか当たる可能性あるんで下に下がらないといけないんだけどね。ということで下の方がなんか安全な気がします。もし乗るなら下の方がいいかな。すごいね、湖があって、すごく綺麗です。 Okay guys, it's important to hear me out, okay? When I say Awa, remember アーホーというのはここ下がる、こうやって下がるとして下に下がらないでいます。ということで、全部で40人ぐらい乗ってますけど、上の階にしました。気持ちいいですね。下の階の方が安全なんだけどね、まあ、上の階ということでやってますけど、景色を楽しむことできるんで、あと写真もね、ここから撮ることできます。たださっき言うようにこういう木がね、急に来るんで、ちょっと下がったりしないといけないということです。すごいね。なんかすごくのんびりとした風景広がってます。コロンビアだとまあこういう風景が結構広がってるんですけどね。だからこういうところで例えば麻薬ね、まず下がらないといけない。コカインとかマリファナ、大麻とかのように生産されてる感じです。それが麻薬メデジンカルテルとか昔あったんだけど、麻薬カルテルによってアメリカなどに輸出されてます。ということで、竹が生えてるんだね。結構竹が生えてるって結構びっくりした。こんなバナナの木とかねあったりしますけど、松の木もあるね。なんか混じってる、ね、いろんな木が混じってる。でそこがですね、楽しいね。結構気持ちいいっすわ。気候もあったかいんでね、暑くもなく寒くもなくなんで、すごく異常に過ごしやすい気候です。湖があったら湖きれいですの
の、近くということで、ワタビの町の近く、有名なこの丘があるということで、そこのところから来たところ、湖なんですけど、ということで、湖でね、今このボートで来たんだけど、中が綺麗です。ということで、まあ、今からこの後泳ごうかと思ってるんだけど、結局ですね、このボートで来ました。スズキの、いわゆる船外機のボートで、世界船外機のボートで、まあ、このヤマハとか、スズキで、ホンダが多いですよね。こういう感じです。ものすごく透明度が高いってわけじゃないんだけどね。でこういう感じで泳げます。で一応その、ライフジャケットを着てということで、ライフジャケットを着ていく感じです。だからそこのところ、岩に登って岩から、ジャンプしてねっていう感じですけどね。すごいね。だからこういう感じで今からすごい水着は絶対持ってきた方がいいです。まあ泳げない人はね、あまり無理する必要ないと、こっちで、ね、休んでればいい感じですけどね。こんな感じです。いいね、手でもジャンプしてる。Okay, those people live out of agriculture, and Guatapé used to do the same. Now, what happened was that, you know... この場所の特徴は、毎日来たら必ずお得意でチェックできたいので、色とりどり、色とりどりのこの建物ということで、まあ、統一されてるわけじゃないんだけど、各家がそれぞれ、まあ、色とりどり、塗装してるわけだけど、その中で壁画みたいな、皆さんに特徴的なので、ぜひともご覧していただきたいと思います。噂ありますね、メディジー来た。ということで、というのもメディジーに来る人は、基本的にはここちょっと、そういう感じで行ってるんだけど、こういう感じです。そこの横の見てください。壁のところにいろんなこういうね、絵が描かれたりしています。ということでコロンビア国内もしくは周辺諸国、そして、欧米からね数多くの、人々が、来ている感じになりますけど、一種の観光地ですということで、すごいねこういう感じで、なってますけどね。すごいね、めちゃめちゃ混んでますということで、今日平日なんだけどね、人気の場所ですということでね、だからコロンビアでも一大の観光名所でございます。かわいいね。グッズ、グッズ。ああ、かわいらしいね。そうですね、スペイン語喋れないんだけど。ブエノ。コロンビアの子かな。で、こんな感じで今、見てるんだけど、すごいですね。この階段見たくなって、そこのとこ座って、このアングルから写真撮るといいかなって感じがします。で、ここのところレストランとかバーとかカフェが、ありますので、ここで食事したりとか、するといいかなって感じしますよね。でこっち側見ると、ラ・プラゾレタということで、カフェ&バー、いい感じですね。まあ、こういう感じでね、まあ、見てるんだけど、なかなかいいっす。ということで、ここのところで写真撮影ポイントということでね、ぜひとも写真を撮っていただきたいと思います。
来たら必ずと言っていい日々を訪れてほしいところです。として有名な観光客もあったですということで、コロンビア国内もしくは周辺諸国もしくは欧米などから主について日本人なんかもね、メデジン来る場合は、結構来てるわけだけど、その中でこの通りを今から、評価の城がアイスクリーム屋ということで、セラトドルチェアモレということでね、これはそうだね、まあ、こんな感じです。でこっちは、前からホンダの車来ます。車も一応通ってますので十分気をつけてくださいということで、でレストランということで、レストラン、あ、うまそうだね、タパス、いろんなのありますけど、なんかメデジンとかあの中心の観光地で食べるより安い感じします。あのアモーシュカ、ボゴタとかね。で警察も一応そこ2名いますけど、この感じです。治安的には多分メデジンとかあのボゴタに比べたらいいかなって感じはするんだけどね。でこっちが、業界上ですけど、で、広場ということになってるんだけどね、こういう感じです。ということで多くの人々がいまして、冷やしてる感じですね。もう噴水ありますけど、非常にのんびりしますね。岩立は結構感動感高いですということで、メデジン来た場合は必ず訪れていただきたいかなって感じがします。この周辺に、カフェ、バー、レストラン、お土産屋があって、非常にね、飲食にも困らないし買い物にも困らないところかなって感じがしますので、まあ、この教会、広場中心に、宿を取るといいかなって感じがします。